こんにちは、今回は、一番大きい町と唯一無二の空港を、つなぐ3つの道のうち、中心駅から近い3つの道を実況します。左に曲がって、2車線の道を進みます。この道からは、空港の送迎所に入りにくいので、注意が必要です。下路は秋橋を渡って、右に曲がります。この橋は高さ制限が5メートルなので、注意して進みます。橋を越えたら右手に空港線が見えてきて、その奥に作りかけのホテルがあります。横断歩道を越えて左手に曲がります。上下線それぞれ2車線ずつあるこのワールドを横向きに貫く大通りを越えて、直進できない交差点を左に曲がります。ちなみにここの右手の建物が空港のターミナルと空港線の駅です。この道の右側が、メインの立体駐車場で、205台停めることができます。この空港の駐車場の合計は、330台です。この左手の建物は、物流倉庫です。先ほど、立体交差した、4車線の道路との交差点を直進して、片側3車線の道から片側1車線の道の細い道に一気になって、2車線のトンネルに入ります。山が薄い場所にトンネルが掘られています。1.5 メートルだけ、下って、トンネルに入ります。このトンネルは一応歩道があります。トンネルを抜けて、0.5 メートル上り、交差点を左に曲がり、最初にいた場所に戻ります。最初の場所に戻ったら、時間が夜になり、もう一周します。この右側にあるのが、このワールドの最初の建築物の駅です。左上のがこのワールドで最初のスクショとなっています。時間が夜になって左に曲がります。よく考えたら夜というより夕方ですね。アーチ橋が見えてきました。アーチの上の部分にエンドロッドがあってめちゃくちゃ明るいです。空港線の線路が見えてきました。線路の下が歩道になっていて明るく照らされています。立体駐車場は窓がないタイプなのであまり明るくないですね。左の倉庫の上の小さい窓から漏れる光が好きです。ここのカーブを曲がって交差点に入ります。前の光ってる鉄はバグでどうにもならないです。どうにかする方法を知っている方はコメント欄で教えてください。ムム。トンネルを通ってこの動画はおしまいです。ここまで見ていただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。良い動画だと感じたら高評価、悪い動画だと感じたら低評価。また、良い動画と思ってもらえたのならチャンネル登録よろしくお願いします。